どうも、プテラ高橋です。今日も人狼ジャッジメントやっていきましょう。早速、何の役職が来るのか。猫股が来ました。ということで、今日はこの実況解説で今日もやらせていただきたいと思います。一度もうこれは撮り終えて後から解説しています。生放送でさ、皆さんとこうリアクションを取りながら僕やってるじゃないですか。もう一人でどんだけリアクション取っても、生放送のみんなが見てる時にこう緊迫する感じよりリアクションが取れない。僕もうね、だからそう、解説で今日は行きたいと思います。猫股っていうのは自分が狼に噛まれた場合は、カウンターで狼を襲撃、殺すことができます。逆に10秒前、昼の時間に釣られてしまった場合はランダムで生きてる人間の中から、まあそれは狼も含まれます、生きてるプレイヤーの中から一人道連れにしてしまうっていうね、狼側に自分を襲わせたい数少ない役職の一つということになりますね。で、猫股の立ち回りとしては自分を狩人に見せて、で襲撃させる、それがとても大事ですね。自分を狩人に見せることができれば襲撃されやすくなるのでいいと思います。まあもう一つの戦法としては占い師に出るっていう戦法もあるんですけど、それは狂人が出てしまうと占いロラっていう風になってしまうので村にとって良くないです。だから一番狩人をこう少しだけ匂わすっていうのがいい戦法と言えると思います。でも猫股が狩人を匂わせてくることは狼も知っていますので、あんまりまあ匂わせすぎると逆に怪しまれるっていう感じです。カミングアウト。で、この村280って言おうと思ったんですけど220ですね。240秒、4分村です。で、フランクがクリス白、ロディがバニラ白で、エマが霊能者使用ですね。で、メアリーが黒猫を使用しています。これは何の意味があるのか。メアリーがこれスライドかと思ったんですけど、一発目いきなり黒猫使用なんですよね。これは何でしょうか。で、ここで違う、安らしてないって言って、メアリーは単純に黒猫使用しているというふうに言います。で、これ黒猫使用はもう完全に村りのない行動なので村とは起きません、この段階でね。これでメアリーの役職が市民側だったらリア強という判定になってしまいます。まあ、リア強は本当にね、村にとって良くないから、まあ、なるべくやめた方がいい行動ですね。で、黒猫であれば、まあ、黒猫 CO で黒猫で確定できるんだったら、まあ、とりあえず釣ってしまって、で、道連れがあるかないかを確認するの方が一番ベストですよね。なので、黒猫を使用しているメアリーを釣りたいと。まあ、これ、もう基本的には、リア強であるということを、読む必要はないので、この時点でもう人狼か狂人か黒猫、まあ、狂信者か、この村、あれ狂人だったかな、人狼か狂人か黒猫の3択でしかないというふうに読みます。で、なんと、ローラも回線落ちと。最近はどこの村に入っても一人はリア強、または一人は回線落ちがいるので、苦しいですね。で、ローラが落ちてる。で、ローラが占い師、または霊能者とかの場合っていうのは、人狼ジャッジメントにおいては、その落ちてる人の役職っていうのは考えなくていいと思います。逆掛けルールって言って、初日から役、なんかの役が欠けてる場合があるっていうルールが人狼には結構メジャーなところであるんですけども、この人狼ジャッジメントにおいては、初日落ちてしまった人を新置きっていうのはできないです。もし、初日で、その落ちてしまった人が、
例えばまあ占い師とかで、で狂人で出た占い師が真確定してしまった場合っていうのは、もう村は負けを認めるっていうか、しょうがない、それは誰も悪くない敗北というふうになります。なので、うん、かわいそうって感じですね、村が。で、僕はリア教、そのプレイヤーが黒側を使用した場合に、初日で黒側を使用した場合にはリア教として置くっていう行動をめちゃめちゃ嫌いです。めちゃめちゃ嫌っています。あのリア教読みっていうのは一番いらない読み筋で、いらないんですよ。で、メアリー、エマがメアリー指定してくれました。で、今日はメアリーが何の役職であっても釣ると。ここで猫又 CO なんてされたら、黒猫 CO してる時点でもう噛まれる心配はないので、まあ、だから釣られないと思った狩人とかも、まあ読めるっちゃ読めるんですけど、ほぼまあないということで釣ります。で、ここでローラが 100% もう回線落ちで帰ってこないという読みができますので、メアリーが黒猫 CO で本当に黒猫だった場合に、メアリーを釣って回線落ちてるローラを道連れにしてくれたら素晴らしいんですよ。それは結局ローラの突然死っていうのがメアリーの黒猫によって賄えるわけですから、すごくありがたい。ということで、今日はローラのメアリーが道連れを期待するっていうのはあり。で、メアリーはエマを持ってくに決まってるでしょって言ってるんですけど、それは黒猫の判定はランダムなので、ちょっと言ってる意味がわからないっていう風になります。で、フランクも道連れ枠を多くしたきたいからローラを残しといてもいいかもねという風に言っていますね。それはすごくいい判断だと思います。だから今日は時短してローラの突然死を回避して、メアリーの黒猫の道連れを期待するっていう風になりました。で、ここの狼、ここの部屋なんですけど、珍しい、設定としては結構珍しい部類に入ると思います。投票時間中のお話ができないっていう村です。なので、投票時間にこう反応を見て、あ、やっぱりこいつに投票するっていうのができない、そういう村ですね。これもなかなか人道ハラハラドキドキ、最初から決めておかないといけない。ぐだってして誰釣りか分かんなくなってしまう、投票がばらけてしまうっていうことがないっていうか、それを回避するために最初から決めておかなきゃいけないっていうのと、もし決められなかった場合は狼が一気に有利になりますね。この時間って狼チャットは確かできた気がする。村の投票時間はの際、この60秒間狼側は喋れたような気がします。なので、狼が有利で、ここでメアリーを、処刑します。これでメアリーが道連れすることを期待するんですが、何もないの時点で結構リア強戦が高くなってしまいます。これは悲しい。まあでも狂人としてまだ見ることができますね。この村には狂人がいるので、狂人としては見ることはできます、一応。でも何の意味があったんでしょうかってなるから、狂人だったら占い師とかに出てしっかり働くべきだから、かなりリア強がちょっとリア強の線が出てきてしまいました。うん。で、リリアンは割と村人のある発言をしていたと思います今日ね。村人のある発言っていうか、30秒一応そのメアリーを残しておくメリットはマジでないですっていう話と、あとローラが道連れ枠を多くするためにとりあえず一晩は残しておきたいねっていう話をしました。まあ、とりあえず、まあ、村っぽさはあったのかなっていうふうに思います。10秒前。あ、僕使ってるキャラクターリリアンね。最近リリアンちょっとハマってる。なんか、ウフとか言って。これで、私たちの勝ちね。ちょっとなんか、喋り方とか声が割と高い方だから、リリアンとか似合うかもしれない。もうリリアンでやっとこうかなって思ったら、ここでなんと GJ です。すごいね。すごい。うん。どこ守ったんだろうね。霊能者守ったのか、占い師守ったのか。
後で確認したかったけど、これ多分どこ守ったか見てないわ。でナイス GJ ということで、これは素晴らしい働きです。カリウドはメアリーではなかったということですね。黒川におわせのカリウドではなかったということになります。これはうまい、素晴らしい。で黒猫じゃないんかい、それな霊能白ならなえるねっていう。で何だったんでしょうか結果から。フェイ白、リリアン白、一応ロディのリリアン白は合っていますね。ロディはバニラを初日に白って言って、次にリリアンを白と言っています。でメアリーは白、なんと利亜教と5つ把握よっつってね。まあリア教じゃないかもしれないけど、ローラは突で、メアリーは狂人またはリア教確定です。でエマはちょっとログ見てくるから、まあ喋っといてという話ですね。メアリー白把握、噛まれないようにした狩人もないね。フランクの考察すごくいいですね、合っていますね。今日 GG が出ていますので、盤面の読み方は最適だと思います。最適ですね。で僕はこのプレイをしていた時にバニラの白もかなり濃厚であるなというふうに思っています。バニラはすごくムラ目が高い、かなりムラっぽい行動をとっています。で特に特徴がないのが、まあサンドラとあとはマイクとかかなというふうに思っていました。でフェイもよくわかんない感じですね。でクリスはバニラの指摘した通り黒いと思います。でロディの占いリリオ、リリアン白の占いリリオだけど、ロディはいっぱい喋って、リリアンはいっぱい喋っていたと。で僕はまあ確かにいっぱい喋っていて、それが狼だったら怖かったから自分の中で占いたかったよっていう話でした。まあ白を作りに行くっていう占い師もたくさんいますので、まあなくはないのかなっていうふうに思います。でフランクの占い理由はフェイがメアリーが占い師の新占いなんじゃないかみたいなことを示唆していたっていうふうに言っていましたね。で僕はやっぱりそのリア教っていう線を捨てたい、ある程度捨てたい人間なので、そのみんな真面目にプレイしているっていう線で考察していきたい人なので、メアリーを狂人と置いて占いに黒猫はあるのかもねというふうに考察しました。エマはメアリーをカリドだと置いていたみたいなですね。で今日はGJ が一回出てくれたので、カリドのおかげでローラを突然死させても縄数が変わらないというふうになりました。これはすごくいいですね。今日ローラ突然死させて残り生存9で、処刑で残り生存8、食われて残り生存7になるので、1日に3人死ぬんですが、縄数が残り4つ、それは変わらないというふうになります。なのでローラは突然死安定になりますね。これはすごくいい。で現段階で黒いなと感じるのがクリスと、それからあとは正直クリスぐらいなんですよね。あんまり分かんなかったどこに黒がいるのか。でサンドラもまあ普通ですね。これクリスはだいぶ黒目で見ています。でサンドラは割と考えられている。でフェイ、フランク、これフランクも結構ムラリっていうかいい考察をしていると思います。でクリスはフランク死んだと思っているというふうに言いました。思っているというふうに言っていましたが、まあそれは多分仕方しろもらってるからだと思います。でなんとここでエマがリリアンを指定してきたんですね。私はロディの白なのにどうしてというふうに返しますね。なんで片白なのに僕行くんでしょうか。でリリアン村目なんやけど、バニラは僕のことを言っているんですね。で
本してリリアンって言われたんですけど、猫又死をするわけにはいかないんですね。だからエマが悩んでるようだからもう一度指定を待つわよというふうに言って、ここですぐ猫又死をなんてしちゃったらもう最悪なんですよね。絶対にバレたくない場面でした。なのでまあいいけどっていうふうに言えば猫又助けなかったんですけど、正直この場面ではあんまり自分を指定してほしくなかったですね、エマには。多分エマにとってサンドラがあんまり釣りたくない位置にいたんだと思います。うん。で、完全グレーはマイクとサンドラで、マイクは初日スライドしてたので怪しい位置にはいます。うん。で、サンドラとマイクで、今日はどっち釣りかなっていう風になります。グレーをやっぱ釣っていきたいですからね。強靭なんで、まあ、黒猫強靭なんで狼の位置がわからないですから、まあ占い両目線で黒のあるグレーを釣るっていうのは今日の段階では安定行動だと思っています。で、すでに一度リリアンが本指定されてしまって、それに対してちょっと嫌な顔をしてしまったので、猫また透けてなければいいけどみたいな感じですね。でもそれを逆に言えば狩人の可能性もありますので、狩人だと、人狼に狩人だと思ってもらえればすごく助かるかなっていう風に感じで、エマは指定を迷っていますね。どっちにしようかな、サンドラかマイクかどうしようかなっていう風になります。で、今日は狩人 GJ 出ているので、回避はするべきだと思っています。で、エマはマイクもサンドラも村っぽいというふうに話しています。マイクもサンドラも村っぽい、うん。まあそれに関してはまあ村っぽいというよりは黒目はそんなにないから、めちゃめちゃ村ではないけど別に黒くもないという感じですね。今日釣りたいのは、とても釣りたいのはクリスです。カミングアウト。で、サンドラ本指定で狩人しようで、サンドラは何してくれてんねんって言ってね、怒っています。で、ここで対抗を待ちます。で、フランク守りで、まあ、GJ 出したというふうに言っています。で、そしたらクリスがサンドラ大盛り、狼というふうに言って、で、クリスがなかなか使用しないと、なぜ使用しないのか、なぜ使用しないのかっていうふうになって、カミングアウト。狩人使用、ここでクリスが狩人使用しました。で、クリスは黒目だったんですね。クリスは黒目でした。出たくなかったと言っています。まあでもそのクリスの黒目っていうのが、あえて寡黙になって上位から逃れるためっていう風に取る方もいるかと思うんですけど、一応寡黙釣りが怖いんで、まあある程度喋っといた方が狩人はいいのかなというふうに思うので、ここでクリス狩人は全然飲めなかったですね。正直後出しの狩人、でサンドラとクリスではどっち釣るか、もうこれでこの段階で2択なんですけども、しっかりとクリスを釣りたいというふうに僕は提案したはず。ちょっとそのうちすると思う。ロディは占い師がハマれてるんで、フランクが噛まれている。サンドラが真だとした場合にフランクが噛まれているからロディに似せてふうになっちゃうんですけど、まあ、漂白紙とか言ってなんとか抵抗しています。別に1日目でねベグっていう可能性も大いにあるので、霊媒で GJ 決まるわけなくね。うん、まあサンドラの言い分もわかる。30秒前。個人的にはサンドラの方が怪しいと思うけど、うん、ロディはサンドラを疑っているというふうに感じですね。で、バニラの狼のフランク神で GJ またはベグでフランクは考えられるけど、
正直発言的に見たら全然クリスの方が釣りたいというふうにちゃんと伝えます。うん。バニラの身内切り、初日身内切りを考えるのであれば、まあ一応フランクまたはベグでフランク守りはあるけど、でもクリスとサドラだったら全然サンドラの方が白いのでクリス行きたいなっていうなったんですけど、エマの本指定でサンドラに入って、エマの本指定がサンドラだったので今日はサンドラを釣るのが決まりました。サンドラ死んだらクリス黒猫になるかな、これそれはまあそう見てしまいますね。なるかなというか、まあ、標準化黒猫ですね。フランク目線はフランクはクリスに初日白出しているので、サンドラが狩人死んだった場合はクリスが黒猫または狂人というふうになります。でもメアリーが、白で道連れもなかったのでメアリーを狂人と置くならクリスは黒猫一択です。10秒前で明日の霊能結果とあれが非常に大事、ローラの霊能結果とサンドラの霊能結果とあとは明日の占いで多分どうせ黒が出るだろうからそれも大事です。サンドラ処刑、ローラ突然死しました。うん。解説ってずっと喋ってられるんですけどなんかいいですねこういうのもたまには、っていうか最近解説結構楽しいな。うん。でローラが突然死してサンドラ処刑されたんですけど、とりあえず道連れは今回もなかった。でローラが黒猫なら道連れは当然ないのでローラが黒猫だということを望みます。で今日はリディアン、まあ、考察を落としてクリスの方が黒く見てるよというふうに発言しましたが、まあそろそろ猫股が怖くなってくる、30秒前グレーや片白に猫股が怖くなってくるところだと思うので、狼はね占い師とか噛んでくるんじゃないかなっていう風に読めますね。で今日は誰を噛むのかっていうところですけども、まあ、フランク噛まれる場合、まあ、エマ噛まれた時点で即クリスを2世で見てもいいんですけど、クリスは初日エマは持ってるんですよね、主張的には。だから今日初日エマ守ったんだったら次の日もエマ守んないと、なんかジジェで狙いに行ってないみたいになっちゃうんで、ってことで今日はロディが噛まれるっていう風になりました。これロディが噛まれたんだったら初日はほぼベグで見ていいのか、それとも守り先がなんかもうクリスとサンドラでもうばらけてしまったので、これもう占い片方噛まれてる時点でもう身内切りなのか、それともベグなのか、それとも確定紙なのかっていうのがちょっと分かんなくなってしまった場面ですね。怖い。おはよう。でも一応僕の中ではバニラは白で見ていて、で自分も白なのでロディは囲っていないなというふうに思いました。でバニラ黒、これサンドラ人狼だった臭い、なるほどね。ロディの白に対してバニラ黒と打っていますフランクは。でフランク2世かというふうに思います。でこれってロディシーンってこと、フェイはまあある程度僕もロディシーンで見ています。でローラが黒、これがでかかったんですよねこの試合。突然死したローラが黒でした。でサンドラが白でした。でまあこれに関してはもう本当に相方の人狼がとてもかわいそうだなというふうになります。でフランクがバニラ行こうかというふうに言ってるんですけども、相手のここでグレー占って黒出してたらまだわかるんですけど、占い師、対抗の占い師のロディの白に対して後付けで黒って出されても全く信憑性のない黒なので、残念ながらフランクはとても考察してくれてたんですけど、ちょっとこれはもうフランクは信頼が全くないという風になります。グレー行って黒だったら全然良かった。でバリナ漂白紙一緒って、まあもちろんフランクからしたらそういうしかないという風になりますね。うん。
でもバニラの漂白紙の場合だと初日にロディを噛むんじゃないかというふうに思いますよね。初日バニラ白ですから、2日目にわざわざなんでバニラがロディを噛まなきゃいけないのというふうに考察できます。でフランク自身もクリスはちょっと怪しいっていうふうに睨んでいるので、サンドラが死んでクリスが黒猫という読みをフランクは言っています。でここでバニラは、マイクの人狼しようは何なんだっていうふうにちょっと話をそらして、マイクのスライドに関して突っ込んでいます。そうマイクは人狼しようしてスライドしてましたね。最初の方を見てもらえればわかると思うんですが、カミングアウトでクリスはもう一度ここで狩人をしようで、マイクは村更でシーン確定させようとしたんですけど、まあ一応マイクがどうこうっていうのはあんまりないですよね。別にスライドしたからシーン村っていうわけではもちろんないですし、延長希望、うん。でここでローラが黒なんですね。でメアリーが狂人だと置くじゃないですか。でクリス黒猫だと置くじゃないですか。そうすれば その場合占い師に黒が出てるっていう風になるんですよ。なんでフランク釣りはもう安定なんですよね、基本的にはね。だからフランクを、まあ、釣って終わんなければメアリーのリア凶が確定してしまうんですね、これ。で僕はフランクシーンはもうないと完全に置いています。フランクシーンはないですと。バニラとリリアンは、まあ、ほぼ村で見てて、クリスはなんだか知らんけど、あとフェイも占われてるんですね。でフェイは割と黒くなりますよね。フェイはフランクに白出されてロディを神に行けるので、まあ、フェイも黒くなるんだけど、マイクがわかんないんですね。フェイは別に黒いっちゃ黒いですけど、マイクも同じような感じなのでちょっとわからない。今日は敵陣確定、ほぼ確定で見てるフランクを釣りたいというふうになります。でここで難しかった点が、バニラをまず僕は白で見ています。でもクリスを狼側で見ているんですね。で初日のなんでもうサンドラのフランク声っていうのは正しいものだと思いました。で初日にバニラに白を、ロディはバニラに白を出されて、あロディはバニラに白を出して、でバニラは狼ならフランクを噛みに行くと。でもサンドラはフランクを守ったんで、まあそのルートはありますよね、考えられます。でも昨日はロディ噛まれてるならバニラはほぼ白で見ていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ一応ローラが突然死してるっていうのも一つのポイントで、ローラが突然死してる場合は初日に身内切りしてかなり脅迫して自分を白くするっていう立ち回りもまあ考えられるので、わからないというところですね。まあでもその場合クリスが白になってしまうのか。でもクリスは黒で見てるからね。あ、クリスは白っていうか黒猫で見てるから、まあ狼はなさそうかなっていう感じですね。ロディの発言からしてロディ猫はほぼないでしょう。フェイとクリス、うん、同じように思いますね。フェイとクリス囲われてるから PPK スからフランク来るなら安全、うん、であればフランク釣りが安全、もうみんな満場一致でフランク釣りなのかなというふうになります。フランク黒猫は最悪だけどね、まあしょうがない。そしたらクリスを黒打ちできるので、縄的にはローラが人狼だったのでかなりいい感じになります。でフランクは、バニラはそれで明日クリス黒猫釣って勝つつもりやんな、いいですよね。この殴りちょっと僕はね、あーワンチャンフランクシーンもあるのかなっていうふうに思ってしまいました。でもまあ僕はもうバニラを村で信じるので、
やめます。で、クリスはもうひたすら違う違うっていう風に言ってるって考察がないんですね。誰かをこの人が怪しいと思うとか、そういう発言が全くないので、誰かを殴ってくださいと。あなたから見て誰が怪しいのかしらってちゃんと風に言ってあげましょう。で、フランク釣りで私噛まれたらクリスアウトかな。もちろんですね。もちろん。で、狼目線、護衛先が違うので、クリスとサンドラどちらが真だったのかの真偽はついています。なので、もし今日、エマが噛まれるようなことがあれば、エマを神に生きるという状況であれば、もう、狼目線、狩人側の真偽はついていますね。うん。もう初日じゃないか。サンドラ釣りの段階でもついていたというふうになります。護衛先が同じだったらね、真偽がつかないんで、とてもやりやすいですけど。10秒前。で、フェイ視点だと、ロディが真なら、マイク黒まで見えたというふうになります。で、今日はフランク釣り、明日バニラ絶対だと言って、死んでいきました。あの場面でスラする黒川はアホや、うん、まあこれもね、わからないんですよね。わからなくなってきている、うん、で、マイクとフェイはどっこいぐらいで見てました。なんかまあ一応フェイ怖いですよね。ちょっとでもあの30秒前フランク行った後ロディ、フランクカマリアの後ロディカマリで2日目、3日目フェイシロのフランクなのでわからないっていう風になります。で、この時間、次の時間ですね。夜、4日目の夜時間になります。4日目の夜時間で噛まれる、誰が噛まれるかで盤面が大きく、推理がかなりはかどる場面です。ここでリリアンが噛まれることはまずないですね。クリスが噛まれるかエマが噛まれます。それがちょっと辛かったね、うん、リリアンが噛み位置についていれば残り狼1だったのでかなり狼が苦しくなりますが、30秒前、それはないネタバレみたいになっちゃうけど、リリアンは今日は噛まれません。で、まあ、クリスとサンドラだったら圧倒的にサンドラの方が白かったですよね。10秒前、うん、でも、まあ、ここでエマが噛まれても、まあ、クリスがほぼ白なので、ほぼ白っていうか、まあ、ほぼ黒猫で 見れるので、フランクつっても道連れがなかったからね。で、これが終わってない時点で、まあ、メアリーがリア強確定なんですけども、で、霊の者が噛まれてしまいました。この時点でクリスが、2世確定です。で、残り、リリアン、クリス、フェイ、バニラ、マイクの5人になります。ここからがとても熱いバトルになりましたね、この試合は。で、ちょっとまあ、この試合リア強1、突然死1というね、ちょっといろんな大変な村だったんですけど、まあ面白かったので動画化しています。おはようと。で、最悪ね。まずクリスが偽確定です。で、まあ噛まれてる時点で偽確定で、クリスはまあ必死にまあ別の人を守ったというふうに言うだろうけど、で、クリス偽キマリアナ、クリス人外つけたね。で、今日エマ守らんのなんで、まあ必死にクリスが攻められます。この中の3人のうちどれかは敵になります。で、クリスは偽で置くとして、色だけどと。うん。で、サンドラ真ならフランクを初日に噛んでいるので、バニラが、黒も見えて、あ、バニラが黒も見えてきますね。で、クリスが初日に漂白髪するようなタイプには見えない。うん。まあ、どういうことかっていうと、そんなにめちゃめちゃ考えて動いているタイプには見えないというふうに考察します。うん、そうですよね。クリスがめちゃめちゃ考察するタイプには見えないと。で、ここで時短入るんですね。
待て待てと、待て待て、嘘だろうと。なんで最悪ですね。この村クリス黒猫ほぼ決まってるレベルまであります。なのに投票時間設定で話し合えなくなってるんですね。最悪の時短です。もうこれはねとても苦しい、うん、でもうこれで時短をさせてしてる時点で、まあ、3人目のフェイはまあちょっと分かんないとして、マイクめちゃめちゃ黒、一気に黒くなりました僕の中で。だってクリスほぼ黒猫で見ていいじゃないですか。なのにここでマイク一人目に時短してるんですよね。それに続いてバニラも時短してるんですよ。何これと思いました。でクリス釣りって言ってるんですね。10秒前でマイク選んだんですけど、3人がクリス入れられたらもうどうしようもないんですよね。でクリス釣られてしまいます。最悪です、最悪で、マイクが、白でした。マジかよというふうになりますよね。で、狼はまだ生きています。で、僕は猫股です。これ熱いですよね。どっち噛むか。まず、もうこの段階でバニラを村置きしていたので、フェイが黒というふうになりますよね。となれば、バニラを噛むのか、それともリリアンを噛むのか。リリアン噛まれたら僕の勝ちです。でもねー、ちょっと残念な点がありまして、2日目じゃない、3日目ですね。エマが本指定リリアン来てるんですよ。本指定リリアン来て、30秒前。僕はちょっと嫌な顔をしたじゃないですか。それは、え？本気なの？みたいな感じで。あともう一つ嫌なとこあって、ロディじゃなくてフランクが、バニラに黒打ちしましたよね。それに対して何も、塩あるけどとかそういうのも特に役職の匂わせがなかったですね。なので狼目線かなりバニラ噛みやすいです。ということで僕は祈っていました。この時お願いします、どうかどうかリリアをこの哀れなお姉を噛んでください。バニラが噛まれてしまうんですね。というわけで今回の勝負は猫股と人狼の2人生き残りで人狼の勝利でした。負けてしまいましたね。猫股初紹介の動画だったんですけど負けてしまいました。で僕はもう悲しくて、なんで最後時短したのともう言うしかない。これはで初心者村かよ。これ初心者村じゃないんですけど、サンドラは怒っていましたね。でもまあしょうがないですね。どう見ても黒猫でしょ。会いにクリス行かないでよ。何考えてるの？と怒ってますね。で、メアリー、何やってるの？あなたたち。で、これは悲しすぎるわ。僕も悲しんでました。で、メアリーが何やってるの？あなたたちって言ってね。リアキョだったのに怒ってますが。まあでもここは、フィー、人狼片方、突死してるのによく勝てたなというふうに思いました。もうこれは最後の時短は悲しかったですけど、フェイはお見事ですね。うん、これはしっかり、うん、ローラいない中でよく頑張った。エマはその通りですね、すごく頑張ったと思います。フェイはお見事でした。うん、これはお見事と言わざるを得ない。でバニラはカウンターカミングアウトがなかったからバニラ神一択やで、バニラまあその通りですね。フランクで時短されたからもうどうしようかと思いましたね。これは時短という行動がどれだけ怖いかということが紹介できたのかなというふうに思います。ということで今日の動画はここまでです。また解説あげるかもしれません。最後挨拶してね。はい、では終わりたいと思います。ではまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。